動画をご覧いただきありがとうございます。今回はうつ病適応障害で休職中休学中のあなたへというタイトルでお伝えをしていきます。今の時代ですね、うつ病とか適応障害でですね、休職や休学されている方も多いと言えます。そういったですね、うつ病や適応障害で休職や休学されている方がですね、できるだけ早く早期復帰というかですね、いい方向に向かうためのコツのようなものをですね、この動画ではお伝えしていけたらと思います。まずですね、うつ病適応障害で、うつ病や適応障害で休職中、休学中の方はですね、その意味を見ていくと、楽になるケースが多いです。つまりですね、うつ病や適応障害で、休職や休学になることもですね、ある意味こう、意味があって起きている部分があると言えます。つまりですね、うつ病や、適応障害で、休職や休学するという状態に、なることでですね、ある意味で自分を守ろうとしている部分があると言います。つまり言い換えるとですね、今の自分がですね、何かしら、不調和な生き方とか、不自然な生き方をしているからこそ、うつ病や適応障害という症状が発生してですね、その結果、ある意味こう、ドクターストップというかですね、体が、心が悲鳴を上げてですね、強制的にこう、立ち止まるきっかけになっているのが、この休職や、停職ということと言えますからね。ですから、一旦ですね、自分がですね、今まで、不自然な生き方とかですね、不調和な生き方をしていたから、うつ病や適応障害が発生してですね、ある意味で、これ以上ですね、自分を傷つけないようにというか、苦しめないためにも、一旦ですね、休学とか、休職という形で、なっているのが今、の状況だと言えます。つまりですね、ある意味強制的に立ち止まるためにですね、今の、その休学や休職という状態がですね、生まれていると言えます。ですからそういう意味では、何もこうネガティブなことではなくてですね、むしろ、一旦ですね、立ち止まって仕切り直すためのですね、いわば充電期間というか、部分でもありますからね。例えば、スマホもですね、自動掃除機もですね、充電しないと、動くことはできないですよね。つまり、ある意味で、うつ病とか適応障害で休職中の方はですね、一旦立ち止まって、充電しましょうよというですね、そういう、そういう、期間というか、きっかけでもありますからね。ですから、一旦もう、その現状を受け入れてもらってですね、ある意味、こう、とことん休んで充電するとかですね、あとは、自分がですね、今までこう、不調和や不自然な生き方をしていたことに気づいてですね、そこを調和していくことで、それがですね、早期復帰とか、またですね、また別の道に進むことにもつながると言いますからね。そういう意味で、うつ病も適応障害もですね、休職や休学という出来事も敵ではなくてですね、ある意味で、何かしらの不自然さを教えてくれるサインでもありますからね。そのようにですね、うつ病や適応障害とか、休職することや休学することをですね、味方だと思えることになるとですね、それを生かすことができますからね。逆に否定すると、それ敵になりますので、敵になると戦いますよね。戦うから生かすことができなくて、いつまでもですね、休職は長続きしてしまったりとか、休学が長続きしたりとかですね、あとはうつ病とか適応障害も続くことになりますからね。ですから、うつ病や適応障害とかですね、休職とか休学と戦うのではなくてですね、実はそれは味方だと気づいてですね、受け入れていくほどに、学んで生かすことができますからね。で、学んで生かすことができるから卒業にもつながりますからね。逆に言うと否定するから、学ぶ姿勢もなれなくて学べないですからね。学べないから生かせなくて卒業もできないんですね。ですからこう留年したりとか、通信になってきてなかなかですね、うつ病が良くならないとか、適応障害が良くならないとかですね。あとは、休職状態が続いてしまうとか、休学の状態が続いてしまうことになると言います。ですから、まだですね、うつ病とか適応障害もですね、休職という出来事も、休学という出来事もですね、決してこう、ネガティブなことではなくてですね、むしろ、
一旦立ち止まって仕切り直すためのですね、ある意味でポジティブなというかですね、そこから学ぶための、きっかけでもありますからね、学ぶから生かすことができて、卒業することができてですね、それをまた生かしてまた自分らしい人生にもつながることができますからね、つまりこう、学んで生かすことで今のですね、うつ病とか、適応障害の経験とかですね、今の休職している状態とか、休学している状態をですね、生かすことができますからね、例えば今の状態はですね、何かしらブログで発信するとかですね、そういうこともできたりもしますからね、まあ、可能性としてですけどね、まあ、ツイッターでもいいですけどね、で発信してですね、そこから、自分が復帰していくまでをですね、こう、ドキュメンタリーみたいな形で発信するのも一つの方法でもあってですね、または、完全に卒業してからですね、同じような悩みを抱えている方のために、寄り添うためにこう、今の状態があるとも言えますからね、そんな形で必ずですね、受け入れることで学んで生かすことができます。逆に否定することで、学べないから生かすことができなくて苦しみが続きますからね。ですからまずは、現状ですね、今のうつ病とか、適応障害とか、休職している状態とか、休学している状態はですね、決してこう、悪いことではなくて、むしろですね、味方であり、不調和をですね、教えてくれるサインでもありますからね、そういうふうにこう受け入れることができると、学んで生かすことができるため、卒業してですね、また卒業後もそれを生かしてですね、それは自分の個性として輝くことにもつながりますからね。ですから、まずこう視点を変えるというかですね、うつ病とか適応障害でですね、休職している、休学している状況がですね、発生している意味を見ていくと、そこから学ぶことが、視線が変わって認識が変わってですね、学んで、受け入れてですね、学んで生かすことができるから、卒業してですね、早期復帰とかすることもできることにつながりますからね、また、新しい道に進むことができますからね。ですからもう、一旦ある意味現状を受け入れることですね、これは、ネガティブなことではなくて、ある意味ポジティブというか、学ぶために起きてますからね。ですから一旦現状を受け入れていただくとですね、学んで生かすことができて、それは卒業につながっていきますからね。それが早期復帰とかですね、この経験を生かして、また自分らしく輝くきっかけにつながっていきますからね。そういう意味で、うつ病も適応障害もですね、休職することも、休学することも、ある意味で、人生のジャンプ台みたいなもんですからね。それをジャンプ台として生かすことができるのか、ジャンプ台から転げてこけるのかもですね、自分がそれを受け入れるか否定するかの問題ですからね、問題というかある意味自分次第で選ぶことができますからね。そういう意味で、うつ病とか適応障害とかですね、休職とか休学ということに対する認識が変わるとですね、それを受け入れることができて、受け入れるから学んで生かすことができて、卒業することができますからね。また経験を生かしてですね、自分の個性として輝かすことも可能ですからね。ですから、今ですね、うつ病とか適応障害で、休職中、休学中の方はですね、ちょっと視点を柔軟に持っていただきましてですね、意味を見ていてですね、現状を受け入れて学んでいかすほど、卒業とか、復帰とかですね、また新しい、それを生かした道に進むことにつながりますからね。まずは現状と和解して、その起きていることの意味を見ていてですね、現状と和解することで学んでいかしてですね、道が開けていきますからね。なお、こうやってですね、この動画で語りきれていない、うつ病は適応障害で、休職中や休職中の方のための情報をまとめたですね、ブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄の方とかコメント欄の方にリンクを貼っておきますので、より深い部分からですね、うつ病や適応障害で、休職中、休学中の状況が楽になりたいという方はですね、ブログのページの方もチェックいただいて、少しでも楽になるきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。はい、あとですね、うつ病は適応障害でですね、休職することや休学することもですね、言い換えたら生きづらさでもあります。生きづらさは習慣を変えることで楽になることが可能です。そういったですね、生きづらさが楽になる習慣をまとめた私の本ですね、生きづらさ卒業の教科書という本も出版しておりますからね、この本に関しても、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、習慣とか生き方を変えてでも本気でですね、うつ病や適応障害の、休職中、休学中の状態が楽になりたいという方はですね、本気の方は、本も読んでいただきまして、実践していただいてですね、少しでも楽なきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。あと、当院ではですね、対面、直接お会いしてのカウンセリングとか、あと施術とかですね、あと便利なオンライン、ビデオ通話、ライブ名でのカウンセリングも行っております。このカウンセリングが施設に関してもですね、
この動画の概要欄の方にリンク貼っておきますので、本気でうつ病は適応障害で休学中の状態を何とかしたい、楽になりたいという方はですね、カウンセリングが施設の方もご利用いただけましたら幸いです。はい、またですね、この動画が何か少しでも参考になったとか、何かちょっとほっと安心したとかですね、軽やかになったとか、楽になったとかですね、役に立ったという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録もお気軽によろしくお願いします。はい。じゃあ最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。